豆田です。今日は、皆さんも大注目だと思う今年初の9点メガ割が、もう始まるということで、私が実際に使ってみてとってもおすすめだった4アイテムを今日は紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見てください。今回ご紹介させていただくのはダイエットだったりとかレチノール、あと毛穴ケア、リップケアです。普段のね生活の中でもう聞くことが多いワードだと思うんですけど、私もすっごいいろんなものたくさん使って、で最近すごいこれで使ってよかったなっていうものをちょっとね紹介していきたいと思います。まず、一つ目がこちらのバイタルビューティーのスーパーレチノール C です。皆さんね、もうレチノールなんてもうよく聞く、成分だと思うんですけど、まあ、ほとんどの方はスキンケアで取り入れてる方が多いんじゃないでしょうか。これは、食べるレチノールなんですよ。聞いたことないですよね。そう、私も最初初めて聞いた時に、食べるレチノールって何って思ったんですけど、これがすごい良かったのでちょっとご紹介していきますね。これね、製造元の会社がアモーレパシフィックっていう韓国ではかなり有名な企業で、皆さんもよく知ってるイニスフリーとか、あとラネージュとか、リップあるじゃないですか。この後紹介するんですけど、そういうものを作っている、まあ、韓国のすごい大きい有名企業なんですね。そこが作ってる、食べるレチノールで、そこの企業で30年研究開発をされてやっと完成した、はい、食べるレチノールだそうです。皮膚科医の方と共同開発されたアイテムなので、レチノールって結構こうなんて言うんだろう、私もそうなんですけど、結構ハードルが高い成分だと思うんですね。まあ、お肌が強い人にはすごくいいと思うんですけど、敏感肌の方にはちょっと強いし、なんかこううまく付き合っていくのがちょっと難しいなって思う成分だと思うんですよ。でももう効果的にはめちゃくちゃいいじゃないですか。レチノールって調べるとね、皆さんわかると思うんですけど、取り入れてる方も多いですよね。でもこの食べるレチノールはそういった方にも安心して使えるレチノールです。私も実際にこれ約1ヶ月ぐらい飲み続けたんですけど、こういった感じでスティックタイプで入ってるので、まあ、持ち運びにも便利だし、パウダー中のそのレチノールのパウダーがかなり細かいサラサラしたお粉なので飲みやすいです。ですぐ溶けるんですよ。口の中に入れるともうすぐこうやって溶けてくるので、まあ、お水でこうやって一緒に飲むのがねいいと思うんですけど、私も味が美味しくないビタミンすごい好きで飲んでるんですけど、それもなんか飲む時ってしながら飲まないといけないので、やっぱそういうのだとちょっと続かなかったりする方もいるじゃないですか。これすごく飲みやすいし、粉もサラサラなのですぐ溶けてとっても飲みやすかったです。私この1ヶ月めちゃくちゃ暴飲暴食してて、もうファーストフード食べたり、夜ほんと遅い時間にお菓子食べたりとかしてたんですけど、肌荒れがしなかった。で花粉も始まってきて、花粉で肌荒れもしてくる時期なんですけど、それでも肌荒れ例年より全然しなくって、絶対にこのレチノールだけは欠かさず飲んでたんですね。そのおかげあってかなって思ってます。やっぱ大事なのでサプリメントをうまく取るのって。だからすごい、なんかいつもだったら絶対こんな不節制してたらもう間違いなく次の週とかその次の日とかここら辺にニキビとか吹き出物とかできたりするのに全然肌荒れしなかったので、すごいなと思って飲んでたんですけど、でこのサプリメントレチノールだけじゃなくって、さっき言ったようにビタミン C とか、あと亜鉛とか、そういったなんかこう体に取り入れたい成分もしっかり入ってるので、もっと万能、1個あったらこう安心なサプリメントだなって思ったので、ちょっと今回紹介してみました。ちょっとぜひ気になる方は飲んでみてください。私これちょっとリピ買いする予定なので、今回のメガ割りちょっともうなくなっちゃうんですよ。いや、今回のメガ割りでまたさらに増やして買おうかなって思ってます。そう、だからコスパがいいよね。これだけでさ、肌トーンも上がって肌荒れもしないし、レチノールとあとその他の成分も一気にこうビタミンとかも取れるので、めちゃくちゃコスパがいいので、はい、1日2本飲んでるので皆さんもぜひ試してみてください。次がこちらのメタグリーンスリムアップです。
これはさ、ダイエットサプリなんですけど、もうダイエットサプリこそ怪しすぎて私全然試したことがないんですけど、これはすっごい飲みやすかったのでちょっとおすすめしたくて今回ご紹介しました。韓国のオリーブヤングでも販売数1位を獲得するぐらいすっごい韓国で人気のサプリで、主な主成分がチャカテキンなんですよ。なんかそこも安心するあのサプリメントなのでちょっといいなと思って、今回ご紹介させていただきます。私もご飯の後に、ご飯食べ終わった後とかに飲んだりしてるんですけど、チャカテキンが脂肪の吸収をカットしてくれるんですよ。あとビタミンとパントテン酸も入ってるので、こうさらにこうダイエット効果を高めてくれるみたいなサプリメントです。で、わかんない、私さ、こういうさダイエットサプリほとんど飲んだことないのでわからないんですけど、結構成分が強いサプリだと胃が荒れちゃったりとか、こう胃にぐってきちゃうサプリメントが多いみたいなんですね、ダイエットサプリって。なんですけど、これはちょっと胃にも優しくって、韓国初のあのビーガン認証を得たダイエットサプリだそうです。で、ここに横にね、こうビーガンマークが入ってるんですけど、それぐらい優しい成分で作られたダイエットサプリなんですね。で、粒もちょっとこの蓋にね乗せてみようかな。こういう感じでちっちゃいんですよ。すごい海外のサプリってさ、ちょっと大きいイメージあるけど、韓国のサプリはねすごい飲みやすいので、日本人の方でもすごく使いやすいんじゃないかなって思いました。今食後にこちらを飲んで使っていくんですけど、まあ、効果的な話をすると、まあ、これを飲んで正直マイナス何キロになりましたとか、そういうダイエットサプリっていうわけではなく、本当に脂肪の吸収を抑えてくれるっていう、なんかまあお守り的なアイテムですね。まあ、だから体重の増減はそこまで私はしてないんですよ。だからある意味、さっき暴飲暴食をした1ヶ月って言ってたんですけど、体重がガッて増えたことはなかったです。まあ、これを飲んでたっていうのもあるんですけど、こう健康的にこうそういうダイエットサプリとか、脂肪の吸収を抑えるもの、激しくないものを取り入れたいっていう方には、お守りとして持っておくのはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとは結構最近だと きつめなダイエットサプリとかもたくさんあると思うので、本当に大丈夫みたいなものとかもいっぱいあるじゃないですか。やっぱ使うのもちょっと躊躇したりとかすると思うので、こういうね、ほんとビーガン認証をちゃんとしっかり得てたりとか、成分がしっかりはっきりしているものを取り入れるのが一番ね安全なんじゃないかなって思います。はい、なのでちょっとこれもおすすめしたくてご紹介しました。続きまして、私がおすすめしたいアイテム、こちらのラネージュのリップスリーピングマスクの、ベリーです。これはもう毎回9点の目変わりでいろんな方がおすすめしてますし、 X とかでもこれ絶対買うべきアイテムみたいなまとめを作ってくれてる方とかのリストにも入ってるぐらい有名なものなので、いつも使ってるやつがなくなったのでラネージュこれ新しくまた買ったんですけど、とにかくしっかり膜を張ってくれる、で乾燥しないので、夜寝る前に塗って朝起きてもやっぱりリップ乾燥してないし、あとメイク前、今も塗ってるんですけど、よし化粧するぞって起きた時にちょっと唇乾燥してる時とかに塗ってメイク始めると、もうしっかり潤ってくれるので、本当ラップしてくれるみたいな感じで潤ってくれるのですごく好きで、はい、ちょっと今回もおすすめしたくって購入しました。ね、新しくねこれ買ったばっかりやから見てめっちゃ綺麗なの。大体もうほんと底がさなくなるぐらいまで使うから、なんか久しぶりにこのまだ何使ってないこの綺麗な状態を見てちょっと感動しちゃったんですけど、香りもいろんな種類があって、私はベリーがすごい好きでベリー使ってるんですけど、すごい人気なのはバニラ、バニラの香りがめちゃくちゃ人気だそうで、サイト上でもバニラ完売してたりとかするみたいなんですけど、私はベリーが好きなのでベリーを押します。あとパッケージもすごく可愛くておすすめです。まだねちょっと使ったことないっていう方はぜひ今回の目変わりでゲットしてみてください。私はちょっとこれおすすめしたいアイテムです。で、最後がこちらのイニスフリーのスーパーボルカニックポアクレイマスクです。イニスフリーのアイテムは本当間違いないし、今まで動画で、ノーセバムパウダーとか、いろんなものを紹介してきたんですけど、これはクレイマスク、これもねなくなって新しく買ったので、見てまだいっぱい入ってて嬉しい
それが廃盤になってこれが新しく出たと思うんですけど、イニスフリーのチューブのタイプのクレイマスクをずっと使ってたんですよ。でそれがなくなってこれになって新しくなったんですけど、まあ、洗顔が終わった後にお風呂場でこれを伸ばして、でこうやってお風呂に使ってっていう使い方をしてます。やっぱりクレイマスク、すごいね、皆さんもご存知の通り毛穴にすごく効くので、あの毛穴汚れとか気になる方はぜひ使ってみてください。これあのこれからの時期暑くなってきて、あのね、またこう皮脂が出やすい時期になってきたりとかすると思うので、私は週1回絶対これ使ってて、すごいお気に入りなので大好きです。このマスク自体もすごく低刺激で作られてるんですね。なのであのお肌に優しく毛穴ケアできるので、そういった意味でもそのお肌が弱かったりとか敏感肌の方とか、あとちょっと花粉で肌荒れしやすい方とか、あのあんまり強いものが今の時期使えないっていう方にもすごく使ってほしいです。私もあのね、花粉でちょっと肌荒れしちゃう民なんですけどこれは全然肌荒れせずに使えるので、はい、とってもおすすめです。で、これはなんかね、面白くって、中にね、カプセルが入ってるんですよ。ちょっと見えないかもしれないんですけど、あ、見えないかな、なんかちっちゃいプチプチが入っていて、それをこう潰しながらパック伸ばしていくんですね。それのなんか食感じゃなくって、感触もすごく楽しくって、こうプチプチしながら伸ばしていってケアするのもとっても楽しいので、ぜひぜひちょっと使ってみてください。低刺激なのでこれもぜひぜひ。ということで今回は私が9点の目代わりですっごくおすすめしたい4アイテムを紹介しました。特にこちらですね、レチノール C とメタグリーンスリムアップの詳細は下の概要欄にもありますので、ぜひあの気になる方は使ってみてください。以上、まめだでした。皆さんの目代わりのおすすめアイテムもぜひ私にコメント欄で教えてください。